はいどうも、フジモンです。今日前にも紹介した CCF さん来ましたよ。で、CCF さんのおもろいもんがあるんやね。サイドサッチにつけてもらってるこれ、これ、これ、これね、トレーラーのバーベキューセット。これ紹介するんですけど、ちょっと場所を改めて近くの某 YouTuber さんのガレージにサイドサッチですちょっとお邪魔してねお邪魔してちょっと急遽お邪魔して撮るよ。詳細は後で。ええねこれ。では後ほど。さあ、うさち説明して。ちょっとまた重複になるかもしれんけど、撮ってなかったから。後ろ、うん、ちょっとまだ制作途中なんやけど、はい、ここに炭を置いて、はい、この下は水が張れるわけですよ。はい、で水を張って、で炭を置くと、この下の鉄板が傷みにくい。ああ、なるほどです。で、長持ちする。ちなみに、普通のは、水抜きの穴みたいな。水抜きの穴までちょっと開けてないけど。ああ、そうなんです。うん。下に開けて、それから抜くよ。ここ、一応の市販で売ってるあのバーベキュー用の網、はい、を置けるサイズ。ああ、なるほどです。いつもそれを変えれば、綺麗な状態。これ何個目とかはないですか？これは2個目や。あ、そうなんです、うん、温度計も。こんなんでもキャンプ行ったら絶対おもろいですね、うん、楽やわ。そのままポイッと。だから車に汚いものは乗せない乗せないっていう状態が作れるんで。いいね。そのセールストーク。さすが。ちょっとここね、テントとか全部置ければ。うん、でパラソル立ってるね。そうそう。穴開けて。ここ荷物置きひんように、あの柵みたいな作ってほしいって言ったら。全然作れる。あ、そうなんですか。一応。サークを作って、煽りを全部作って、はい、でこれを、まあ、ネジ止めなんで、はい、外せばトラックとしても作れる。あ、なるほどです。貨物やから何積んでもいい。そう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 。使い方は自由になる。軽トレーラーやったら普通に K4 でも引っ張れるのがいいですね。そうやね。まあ車種に限られてくるんだよね、やっぱり。あ、そうなんです。うん、ベースはトレーラーとこいつとぐらいで、うん、まあ、あとはオーダーメイド。そうやね。やんね、うん、まあ、このスタイルじゃなくてもバーベキューコンロこっちに置きたいっていうんであればまた変わってくるし。しょうもない話、これ色変えてとかできんの？あ、それもね。ラーメン入れて言われるし何でもできる。ええなあ。まだ、まだまだシーズンは終わってないですから、ね、まだまだ冬キャンプとかあるから今。そう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 、うん、もう暑かったらやる気ならないんで涼しい方がいいです、ね、うん、そう。こんなんやったら何人分ぐらいいけるんですか？結構な。2、30人おっても全然。あ、そうなんです、うん、そんないける？結構いけます、ね、焼く方大変じゃん。焼く方離れられもうちょっとここ突き切りで。いやな、結構火力出せるもんな、これ。火力は出せる、うん、でちょっと弱めて蓋しとってもスモークできる。ああ、そっかそっか。
これ走りよって2人全バタバタとかなったりは、ゴムバンドでちょっと止める形で、なるほどです、うん、この辺金具つけてもいいんやけど、まあ、この辺も全部オーダーでできるようには、はい、オーダーできるっていうのはいいですね。自分が欲しい形になるっていうのは。だからこれ今1段なんだけど、はい、もう1段ここに欲しいって言われても作れるし。あ、そうなんですね。でもう1段作っとったら開けて、はいはい、焦げを防ぐ上に置いたりとか。ああ、なるほど。いろいろ方法はある。カスタムの自在ですね。自在で。もし欲しいってなったらどこ、CCF さんの方、2つカメラ向いておいて、多分このジムニーの全塗装の間に入れます。すいません突然。帰ろうか、サイズさんち。帰りましょう。仕事忙しいよ。え、待ち待ち。何しようか、お金。邪魔したら悪いし。もう十分邪魔しとけど。いや、そんなことない。十分邪魔しとけど。帰るわ。まあ、仲良くしちゃってね。いえいえ、こちらこそ。今後ともよろしく。どうかやな。とりあえずや。お疲れ様です。ありがとう。いやいやいや、帰ろう。あ、うん、それな、それな、蓋開くからな。でもバンドもちょっとかっこいいですね。ちょっとわかんない。うまいっすね。この人こだわり強いんよ。僕もその辺のホームセンターのバンドかもね。この人結構こだわり強いんよ。小物まで。よし、帰りまーす。ではまた、ありがとう。でも5分。5分やね。町内の公民館、これやもんね。そうそうそう。ええわ。こうやって US の USBM の輪が広がっていく。これいいっすよ。お。ええやん、取られこ。後ろ。何引っ張っとんねん。なるほどね。
ラレコやんな、これ。ドラレコやね。剣、ミラーにもなっとん。そう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 。トレーラー引っ張っとったらね、めっちゃバックしやすいんですよ。あー。見えるんで。見えるもんな。ガチャガチャ言っても心配じゃないよな。そう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 。で、これサブロックシステム。サブロックシステム。チェックできるんでね。へぇー。フロント画面です。すごいすごい。タッチあのサブロックシステムもやってますんで。そうなんですよ。何でもやるなぁ。サブロックシステムまたこれまた改めて紹介するわな。無理や、お腹いっぱいや。ちゅうことです。よかったよかった、輪が広がって。はい、じゃあまた。じゃあまた次の動画で。